こんにちは、阿蘇中学校2年沢田です。今日は YMCA 黒川保育園で職場体験をしている豊田さん、川野さんを紹介します。すずらん組担当の豊田さんです。今日子供と遊ぶとき楽しかったことはありますか？はい、一番楽しかったのは子供たちと触れ合うことができて遊びたことです。なぜこの職場を職場に行こうと希望したんですか？私が兄弟がいないので少しでも子供と触れ合うためにこの職場に来ました。子供と触れ合う上で大変だったことは何ですか？子供が安全に過ごすためにあまり気を室内で走ったりしないように一人一人の声かけが大切だと思いました。運動会の練習を一緒にしたと思いますが、大変だったことや面白かったということはありますか？大変だったのは全員集合しなかったことがあり、体操もまともにできなかったことがあったけど、声をかけ合ってみんなで一団結してできたので良かったと思います。あと3日間ありますが、これから頑張りたいことなどはありますか？もうちょっと子どもとの触れ合いを増やしてコミュニケーションをもっと良くしていきたいと思います。ありがとうございました。阿蘇中学担当の川野さんです。この職場を選んだ理由を教えてください。小さい子供が好きなので保育園を選びました。2日間ぐらいやってきて、この仕事の大変さ、楽しかったことはありますか？大変さは子供たちと慣れるのがちょっと大変でした。楽しいことはみんなとお互い話せるようになったことです。運動会の練習をして楽しかったこと、大変だったことありますか？先生としてみんなをまとめるのが大変でした。あと3日間あるのですが、その時に頑張りたいことなどありますか？自分の担当のところの先生と子どもたちの名前を一日でも早く覚えれるように頑張りたいと思っています。ありがとうございました。今日取材を通して感じたことは、みんな子どもが好きで楽しく遊んでいることです。みんな子どもの面倒を見たり先生に言われたことに真剣に取り組んでいて頑張っていると思いました。残り3日も皆さんには一生懸命頑張ってもらいたいです。